き話題のフォートナイトに挑戦してみたいと思います。いきますよ。それでは早速やっていきます。よー、ソロプレイマッチングスタート。キャラがランダムで開始されるみたいですね。そしてこちらのゲームもPUBG と同じで、大人数で戦場に赴いて空から降下して着地して武器を集めて、最後の一人を目指してドンカチを狙うっていう感じみたいです。ただちょっと違うのはなんということでしょう。はい、匠として、自分が匠になって建物を建設できたり建物を破壊したり、それでアイテムが手に入ったりするみたいです。このね、今男性の後ろにある謎の建造物を、あ、女の子だ、いいね。しかもちょっと走って、これで OK。 おー、いいねー。おー、距離どれくらいまで届くんだろう。なに、みんなで並んでる。あ、ここリスポーン地点、ここで。で、しかもこのゲーム、イヤッホーって踊れるんです。あ、やった、一緒に踊ってくれた、大好き。あ、大好き、目の前で踊ろうっと。あ、行かないで。あ、ストーカーになっちゃったしろ。どうやって登るんだろう。ぷいん、あー、登れた。へえ。バトルバッシュ、バトルバッシュ。あ、何の音楽だろうって思ったら踊ってる方がいたんですね。へえ、これも登れるのかな。あ、そっか、これは OK で、これでインベントリー上手にできるかな。これは、長押しで持ち込む。おほほ、開かない。こういう感じで破壊できるらしいんですけど、これは破壊できないみたい。おー、あ、始まりました。マップがこれということまでは覚えています。ここから先はちょっとやってないのでわかりませんが、え、どうやって鳴らしてんの。鳴らしたい。97人今いるんですね。で、0秒、今降下が始まって、今日もたくさん産み落とされています。なんかいいですね、音楽といい。ズンドコズンドコって、あれ、あそこ行けんの。え、どこだかわかんないから、最初なんで真ん中あたりで撃ちますか。行くぜ。おほー、この家にしよう。あ、これなんかグライダーってやつですね。気球のスクールバスでしたけど、あ、上の階から行くっていうのがなんか定石であるんですかね。さっきの方上の階から行きましたね。あ、入った、弾しかない。やったね。行こう。まだやり方がよくわからない。怖すぎ、怖すぎ。よいしょ。なんかしゃがんだ方がエイムが安定するとかいう都市伝説を聞きました。なんかいいですね。なんかこうカートゥーン調、アメコミ調ですよね、グラが。皆さん多分今探索してる時間だと思うので。どこ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 、いたいたいた、目視できた、逃げよう。お、何これ、こういうのも壊して資源としてゲットできるんで、移動する前にね、持っときたいですよね。気づいてない。いや、気づいてるでしょ。何も持ってなくない、あの人。
やー、なんか罠仕掛けてきそうで怖いんでやめときます。何の音？あ、これあれらしいです。なんかあの生存できる幅が、おい、後ろから来ますからね。うーわ、どっから撃ってきた？あ、いた。これどれくらいの距離まで届くかな。スタンバイ。やったね。まあいいや、落としたものはちょっとやっぱ拾おう。貧乏症。結構思いのほか届くということが分かったので。お、めっちゃ持ってんじゃん、弾薬。あ、持てない系、持てない系女子。今35人来てます。そろそろ死にますかね、私は。なんか全然殺伐としてないんで、多分きっとキルされても転生できる気がします。ほんわかした世界観最高。めっちゃ目立つところで止まる。ちょっとやばそう。あ、人いた。あー、この武器いいな。でも近くじゃないとこれダメですよね。さっきどれ使ったっけ、これだっけ。とりあえず左方向いるんで要注意で。なめこ？なめこみたい。今夜の数は水木水木。やあ！出ない、怖すぎて声が出ない。あ、そしてキルした。相手見れるんですね。はあ、恐ろしい子、恐ろしい子。はーい、ということで、無残にも気持ちいいぐらいね、ダサくキルされましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。シロが思ったのは、全然建設をやらなかったんですが、シールド機能が本当はポーションを取ったらあったり、うん、自分で自衛するための陣を作れたり、建物で、すごいこうね、やりがいのあるゲームだなって感じました。PUBG は結構皆さんね、クロートの方が多いので、フォートナイトで楽しく、はい、無残に殺されながら、こうね、生き残る攻略方法を考えていくのもありだなって思いました。はい。本当はもっと長生きしたかっただけのシロでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。今回はお尻にシューティングしないで済みましたね。よし。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。